久保さんやっぱ久保さんはそうですねなるほどねまあ確かにねそう言われてみたらいろいろありますよね国会議員が寝ようが起きてようがまあ結局選んだのは僕たちですから <laughs> 僕たちが寝る人を選んだっていう結局僕たちが悪いっていうね、はい、うーんそう そんなもんですね <laughs>。言われてみればそんなもんですよね <laughs>。まだね、器が僕はちっちゃいんで、まあ、確かにね。うん、まあ、寝る、寝ないのも自由ですからね、別に。<laughs> 僕も今日寝ますし。うん、まあ、あの、久保さんが言う通り、その、なんだ。 あの国会議員が仕事してようが仕事してまいがなんだろうな自分が仕事すればいいんですよね、はい、自分が一生懸命仕事して稼げばいいし、うん、みんな隣の芝生見えますからね、うん、そう自分の芝生を枯れと言ってらっしゃい